はい、それはい、乾杯。ロイズより目やから。こんなんも知らんだろ。チップスターだこれ、チップスターみたいな。うん、あんたよく食べとるチップスター好きな。チップスターとチョコ一緒に食べた時の味やわ。そりゃそうやろ。やっぱロイズと違うの。キュウリ。順番にいっとるが今、うん、とりあえず、うん、温泉でかいと入っとった。10人もおらん。え、そんないっぱいあったん？言って俺は2人しかおらんだよ。それなり。え、作ってたから出てきたなかったっけ。出てきたな。化粧で作ったやろ。え、出てこんだっけ。どこやだから。あったじゃんやらって。ゆっくりあったぞ。あんまりこういうもんじゃ先に取ってったらあれないけど、我慢せんながあんだと思わんだけど。はい、我慢し。わからんじゃ。こ、あ、そう。うわお。いい勝負。いや、負けた負けた。よし。負けたって。なんでよ。負けた。白の方断然多いねんか。やった、勝った。そう。ちょっと。三つ勝った。ちょっと。三つ勝ったわ。簡単に忍者忍者。たった一食べない。もうちょっとしたらもうちょっとしたくなる。ああ、よいしょ、寝よう。はい、おやすみ。
ソースカツとエビフライ。ソースカツとエビフライ。回ったわ。回ったわ。満足したわ。うん。でしょ。今なんか喋り方で分かった。分かった。楽しい。おいでの人いるくらいまで。しない？そうです。本当？たまに里帰りされやん。あ、本当？あ、ほんならだ。はい、ありがとう。ごちそうさま。最後あ、曲がった。いやー、ほんと大満足だった。毎日食べてるぐらいの。あ、すげえな。こういうとこ登ってったら面白いんだけど。ここ？うん。あんまり止まった後、形跡ないやろ。人だ、みんなあれって発車ある。あそこ？駐車場上やから。まあまあまあ、そうやじゃん。これだね。
雰囲気見てよ。ほら。竹林系。ああ、ここだ。やっぱバス停とはの。いやー、すごっ。へえ。かけて一つのこのフライヤーで、で40分経ったら今度高温、一番端っこなんですけどそこに移して高温で10分揚げてカリッとさせてます。元の豆腐があれなんですよ。あれが元の豆腐専用ですね。50分かかんなげ揚げ師がその日の豆腐にもよるんですよ。やっぱなるほどね。なのでその揚げ師っていう人が大事なんですよ。この揚げ師が大事なんです。熟練の職人の技なんですね。うわすごいすごいすごい。みたいな感じです。すごいでしょ。が普通ね。これが切ってもらって食べやすいように切ってくれる。まあ、食べましょう。塩いいね。これでちょっと。うわカリカリ。うわすごいの。カリカリ。うん。うん。切ってもらうのは正解かもしれない。ちょっと。そのままかぶりつかる。熱い。熱い。うん。うまいわ。一味唐辛子、一味ね。切れとんがいいね。切れ、うん、切ってあるのが食べやすい。お店も手入れるどっちから行くわけ。こっち行け。わー、いやなっとんの。わー、なんかすごいじゃん、おい。すごい。あ、すごいの。で、この中はいいんだね、撮影。すごいな。
影山だ。金が影山や。こりゃ。何だと言ってもキュッと言って。アゴラシの国産品なんです。へえ。渋柿を。うん。これ渋柿なんですね。元は。元はね。平たみが外で平たくて、花の大柿なんです。その渋柿を焼酎に合わせて、渋抜きして、で、甘くしたものです。他ではなんかサワシとかいうんで合わせるのに、サワシというところがあるんですけど、ここで合わせる。それがブランドでして、液体が作って、ノックの人でガス抜きでやってるんですけど。待って、これ、こいつは、ほんで、その柿のエキスを、それで混ぜるがだ。エキスじゃん。エキスというか、柿、そのままを。はい、そのままを入ってるんです。へぇー。これが、ブランドでして、液体が作って、なんか初めて食べた味。うん、これダメだよ。お座り。お座りは？お座り。お座り。保健所でもわざ。保健所におったんかも。バイ、さよなら、さよなら、リリー、行くしゃ、リリー、さよなら、さよなら。柿がクリームだった。うまいの。